んにちは、なりわでございます。もう早いですね、本当。今年に入ってからも月日がね、流れていくのがめちゃくちゃ早いです。ピュッという感じで、気がついたらもう今日は2月28日でございます。本当もうなんだかうかうかできないような気がするんですけれど、まあ慌ただしい、なんか今月に入りまして、すごいバタバタしておりまして、動画投稿がちょっとね、今月は少なかったように思います。まあ先月のね、中頃から今のパートのね、お仕事を始めまして、新たにね、決まって始めたんですけれど、でここに来て、そこのお仕事はもちろんなんですが、もう一つの支社の方に会社がありまして、そちらで社員さんの方がね、されてるお仕事があるんですけど、たまたまちょっとその方がね、交通事故に遭われてしまったので、そのお仕事を代わりに、月曜日週1回だけですけど、お願いできないかとお声がかかりまして、まあ、せっかくね、そう言っていただけるならと思いまして、まあ、その方がね、復帰されるまでの間でございますけれど、お手伝いをね、させていただくことになりました。で、今の、パート先が週3回で、お手伝いの方が週1回でございますので、まあ、今週4で働いているのような現状でございます。そんな中ですから、まあちょっとね、まあ、この今月から本採用になりまして、独り立ちで、今のところのお仕事をするようになりますので、それプラスお手伝いということでね、全く違う場所でお仕事をさせていただくことになりました。同じ会社なんですけれどね、で、まあ、ありがたいことにそんな風にね、お声かけていただいて、まあ、70代後半のね、私に、他にもいらっしゃると思うんですけど、声をかけてくださって本当にね、ありがたいことでございます。なので喜んでね、その社員さんが復帰されるまでの間ということなので、喜んでお引き受けしたいと思って、先日ですね、月曜日、昨日の月曜日からそちらの方に行っております。そして今日は、自分が現在、働いているパート先、同じ会社ですけど違う支社の方で、今日もお仕事をしてまいりました。そんな感じでね、結構ね、なぜか目まぐるしくバタバタしておりまして、動画投稿がちょっとね、お留守になったのがとっても気になるんですけれど、まあ、その間ちゃんとこうちっちゃなメモ帳に、この動画のね、 YouTube の動画のアイデアとか、こういったものをしようかな、こういったのをあげてみようかなと、ちょっとひらめいたものを自分でメモしながら、合間に通勤途中ね、時間がある時に、そういったことを考えて、この2月は終わったという感じでございます。で、まあ、動画投稿がね、ちょっと少なかったので、まあ申し訳ないなという感じもありましたので、その分ちょっと自分の時間が空いた時に、ライブをね、YouTube ライブをさせていただく、ちょっと頑張りました。そんな感じでこの2月、あっという間にね、本当に気がついたらもう28日っていうか、明日から3月1日でございますね。本当に年が明けてからもう日々目まぐるしく早く過ぎてしまいましたので、本当この2月一体何をしてたんだろうかという感じでございます。でもまあね、無事に2月終えられてよかったなと思っております。まあ、今後も無理することなく、そんな中で、マイペースではありますけれど、自分の体と相談しながら、ゆっくりゆっくりと進んでいきたいと思っております。
YouTube 動画の方はまたね、おいおい頑張っていける時も来ると思いますので、その時まで皆様長い目で見てやってくださいませ。やめるということは決してございませんので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの前の動画で皆様方にね、ご案内をお知らせをしたと思うんですけれど、3月2日の、木曜日テレビ東京さんの企画で取材をしていただきまして、放送をして、テレビ東京さんの番組に出させていただくことになりましたので、お時間ある方はぜひそちらの方も見てやってくださいませ。日だまり日和という番組でございます。これは、東京関東地域は多分流れていると思うんですが、地方の方はどうなんでしょうかね。放送されてない地域もあるんではないかと思うんですが、大阪だったらテレビ大阪でしょうかね、放送されてると思いますので、もし番組が見れるような地域のお住まいの方はぜひ、テレビ東京さんの3月2日日だまり日和午前9時20分ぐらいでしたでしょうかね、そこから始まりますので、よろしかったらどうぞご覧になってみてくださいませ。こんな調子で、今年はなんだかゆっくりゆっくりなスタートとなってしまいましたけれど、こういった時もあるかなと思いますので、決して慌てることなく、マイペースで着実に一歩一歩前にね、進んでいきたいと思います。YouTube はYouTube の動画投稿は私やめるつもりは全くございませんので、これからも頑張って、マイペースではございますけれど、動画投稿を頑張りたいと思っております。そしてまたライブの方もね、できるだけ時間があったらやりたいと思っておりますので、ぜひ皆様方ライブの通知が届きましたらはお気軽に参加をしてくださいませ。お待ちしております。こんなこんなでそんなこんなで何を言ってるやらでございますけれど、もう頭がね回っておりません。今日も実はお仕事終わって帰ってきて、内科にも行かなきゃいけないので、内科院に行って、先ほど戻ってきたところでございます。2ヶ月に1回ねお薬をいただきに行ってますので、そちらの方に今日は行ってきました。今花粉症の方が多いですね。病院の待合室でね、どう見ても花粉症の方だなという方がね数名いらっしゃいました。おつらそうですね。なので私も今時々あれちょっと花粉症になっちゃったかなみたいな感じもするんですが、ここのとこずっとマスクをしておりますので、そんなにひどくはなってないような気がいたします。だから本当の花粉症の方に比べたらそこまでいっていないので助かっております。これからも健康に気をつけて怪我のないように頑張って過ごしていきたいと思っております。今後とも皆様方どうぞよろしく応援の方お願いいたします。本当にね、こんなたどたどしい私でございますけれど、どうぞよろしくお願いいたします。ということで皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。